ちは。今回ですね、このフリーウェルの ND フィルターを紹介したいと思います。まあ、一眼レフとかミラーレスとかのレンズ交換式のカメラ用のレンズに使うための VND になります。まあ、ND フィルターって何っていう方もね、結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、動画撮影をしていてだんだん勉強して分かってくると、もう必ず必要になってくる、絶対欲しくなるアイテムなんですけど、まあ、使った場合と使ってない場合とどんな違いが出るのかっていうのをちょっと実験してみたので、まずご覧ください。どうぞ。今から ND フィルターがある場合とない場合の違いで、まあ、どんな違いが出るのかっていうのをお見せしたいと思うんですけど、一つ目の違いは背景ボケを生かした撮影ができるかどうかっていうところで、まあ、これあのミラーレスなんですけど、今シャッター速度50分の1で F22 でちょうどまあ適正な明るさになってるんですけど、 F22 までもう絞っちゃうと背景と空とか、まあ、プールとかもうこの辺の人物、一番手前のこのランタンも全部ピントが合ってるのがね、見てもらえると思うんですけど、これだとせっかくのこう、まあ、ミラーレスとかで背景ボケを生かした撮影ができないので、そういう時に ND フィルターが役に立ちます。じゃあまずちょっとつけてみたいと思います。はい、ND フィルターをつけました。はい、でこれで今蓋がついてるんで真っ暗なんですけど、じゃあ蓋を取ります。蓋を取るとですね、こんな感じで当然あの暗いんですけど、これは明るさを適切にしていきます。F値を今22なのでどんどん開けていきます。でこのレンズ F1.8 なんですけど、まあ、1.8 まで開けちゃうとさすがに、まあ、1回 F1.8 でいってみましょうか。 F1.8 でこの数値さっき 0.3 ぐらいだったんですけど、同じぐらいになるように調整します。はい、できました。でこの状態で見てもらうと、例えば手前のこのランタンにピント合わせたとすると、もう背景むちゃくちゃ綺麗にボケてるのがわかると思います。どうでしょうか。で例えば真ん中辺にピント合わせると、今度手前ですね、人物にピント合わせると今度は手前がすごい綺麗にボケてるのがわかると思います。じゃあ ND フィルターのもう一つの効果をお見せします。もう一回ちょっとない状態に戻します。ないとやっぱり明るすぎるんで F22 にして、まあ適正露出ですよね。で全体に今ピントが合ってる状態になっています。まあ、背景ボケが活かしたいなって思ったら F 値はまあ 1.8 で、シャッター速度をどんどん上げていくんですね。そうすると今 0.3 になってると思います。これさっきと同じ、まあ一応露出は一緒でプラス 0.3 になってるんですけど、これで見ると粒々が全部映ってるし、人間もほらもうこう動きが一つ一つがパラパラ漫画みたいになってると思うんですけど、ま、映像を止めてもですね全くブレがない状態になっています。まあ、これじゃあ不自然なんで、まあ、人間の目に自然な感じで映るようにするにはやっぱりどうしてもシャッター速度をまあ50分の1とか60分の1とか低くしてやる必要があります。でそうするには今度はじゃあまたさっきと同じ F22 までしてやって、まあ、シャッター速度を落としてやればいいんですけど、そうすると今度は背景ボケを生かした撮影が全然できなくなっちゃいます。でここでやっぱり ND フィルターが必要になります。じゃあつけてみます。でさっきと同じ50分の1秒 F1.8 にしてみます。はい、撮りました。そうするとですね、ちょっと可変なんで調整してやるとですね、はい、これで、まあ、今人間にピントが合ってるんですけど、後ろとか手前がボケてるのが分かると思います。しかも水の流れも人間の動きも綺麗にモーションブラーがかかって、こう自然な感じのね撮影ができてると思います。なんで、まあ、このモーションブラーっていうのがこの ND フィルターの効果の一つです。はい、ありがとう。この状態なら例えば手前のこうランタンにピント合わせて背景ボケを生かしつつ、人間の動きも水の流れも自然な感じのモーションブラーをかけることができます。まあ、ND フィルターがどうしてもないとできないのがこういう撮影になります。はい、
はい、という感じでどうでしょうか。まあ一目瞭然でね、違いが分かっていただけたと思う。もう欲しくなってきたんじゃないでしょうか。ということで今回のはこのフリーウェルの ND フィルターを使ってテストしました。まあ私いろんなアイテム、これポケット2とかオズモポケット用の ND フィルターでしょうかね。ND フィルターとワイドフィルター、アナモルフィックレンズとかセットになったものなんですけど、それとかこれは GoPro Hero 9用ですね。 GoPro Hero 9用の、バリアブルじゃない固定の ND フィルターです。これも以前テストした動画があります。でこれはですね、最近の DJI の Air 2S です。つい最近海で飛ばしながらテストしてきたものですけど、まあ、こんな感じでそれぞれのカメラにだいたいフリーウェルの ND フィルターを私は使っています。で、まあ、すごい安い中国製の、まあ、これも中国製なんですけど、中国メーカーの激安品から、まあ、国内メーカーのすごい高いのまでいろいろ幅があるんで、まあ、どれを買うのかって結構皆さん悩まれると思うんですけど、あんまり安いのはね、正直おすすめできません。例えば、まずね、色が結構おかしくなっちゃいます。カラーシフトって言って本来撮った色とはちょっと違う色になっちゃって、しかも後からそれを修正するのはなかなか難しいので、あんまりね、激安品はおすすめできません。それと、X パターンって言って、こう、なんていうのかな、空とか、まあ、白い明るい部分にムラができるんですね。で、まあ、それは高級品でもできるの多いんですけど、どういうのにそのパターンが出やすいかっていうと、この調整の幅がすごい広いものなんですね。で今回のは2から5ストップですね。これ2から5って書いてあるんですけど、それとこっちは6から9っていうストップ、ちゃんとなんていうのかな、明るさというか光の量に応じて分担させてるので、それぞれにこう設計が無理がないんですね。で見たら分かるんですけど、当然この6から9ストップの方がレンズの色とかも濃くて、まあ、無理せず作ってるので、そういうカラーシフトとか X パターンっていうその色のムラとかも出にくくなっています。出にくいというかほとんど出ないですよね。6、9の方で一番濃い方にするとちょっとあるかなって感じはするんですけど、ほとんどありません。でカラーシフトっていうその色がずれてしまうっていうのもない感じですね。でまあそんなに安くはない、むちゃくちゃ安いわけじゃないんですけど、むちゃくちゃ高くもないという感じで、でまあなんていうのかな、作りもすごい良くて、今回のもこれマグネットのこういうキャップ、まあ、アイデア商品みたいになっていて、パコってこうはめることができてすぐキャップできるんですけど、あとこの動かしたスムーズさとかもすごいスムーズなんですね。でねじ込みの時のねじ山のこの精度の高さとか、まあ、全体的な作りの良さの割には値段が抑えられてるので、まあ、結局これになっていくっていう感じなんですよね。これはポーラープロっていう会社のピーター・マキノンエディションっていうのやつで、82ミリのスレッドなんですけど、これはね、結構高くて4万ぐらいしてるんですけど、これも2から5ストップになります。これだったら2個セットで3万以内ぐらいで買えると思いますので、まあね、まあ値段と品質とのバランスが非常にいいメーカーになります。ということで今回はミラーレスとか一眼レフで使うことのできるフリーウェルの可変式の ND フィルターの紹介でした。詳しくはまた下にリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。